津波、リクエスト。ファン、ガンカ言ってくれ。立浪がリクエストかけた時点で知ってた。ビシエド上げろって騒いでた人たち元気かな。加藤の打率とリクエスト成功の確率が気になる。何回使っても失敗だから、なんとも思わん。直道がアピールしてるから、そりゃリクエストするだろ。しないとコーチ無視って批判する。立浪がリクエストしたら失敗するお約束。深く帽子かぶって病んでるやん。アツシの出番やで。こういった時にお話し相手となるアツシ。眼科行ってくださいよ、立浪監督。リクエストの使い方が下手すぎる。後半に明らかな誤信があった場合、何もできんぞ。もう終わりだよ、この球団。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。